はい。えっ、ー、と、大阪大学産業科学研究所の伊藤と申します。えー、本日ですね、このケムステ v シンポという、まあ、非常に素晴らしい、え、舞台でですね、発表させていただけること、大変光栄でありますし、またこのような機会を設定してくださいました安田先生をはじめ、え、ケムステのスタッフの皆様に、えー、厚く御礼申し上げます。どうもありがとうございます。 えー、本日は、えー、ケミステ V 新法のこの創薬モダリティ座談会ということで、えー、低分子創薬の発展を目指してというタイトルで発表させていただきたいと思います。えっ、ー、と、まず、先ほど安田先生から、えー、創薬モダリティの、まあ、簡単なイントロあったと思いますけれども、私の方でもですね、イントロをちょっと準備しましたので、まずはそこから入りたいと思います。 えー、創薬モダリティですけれども、このように分子か、まあ、それで、えー、分子以外のものにまあ大きく分けられると思います。我々みたいに科学の専門としてる人間にとっては、やはりこの分子の方に興味があるわけでありまして、その分子の中では、抗体やタンパク質、核酸、ペプチド、低分子、まあ、種類で分けるとこんなようなモダリティがあります。 でまた最近はですね、中分子という言葉をよく耳にされるようになったかと思いますけれども、まあ、分子量で、モ、え、ダ、ーまあ、リティを分類するようなあ分類の仕方もありますで。この場合ですね、分子量と低分子、あごめんなさい、えー、中分子と低分子の境が、まあ、おそらく500ぐらいと皆さん、あの、思っていらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、えー その場合、ですねこう分子量で分けた場合とこの種類で分けた場合、あの低分子って両方あるんですけども、ちょっとニュアンスが違うんじゃないかなと私自身思っています。まあ、私たちはこの低分子ですねに着目して研究していまして、あまりですねこのて、えーまあ、分子量500というのがよく基準となりますけれども、あまりそこの分子量というのにはあまりこだわりを持ってなくて、まあ、合成できるような分子というのをですねにフォーカスして、我々研究をしています。 で、えーとまあ、こういった低分子化合物、低分子薬の魅力なんですけれども、一般的には経口吸収性が良いとか、安価だというふうに言われていると思います。しかしながら、ですね、まあ、私自身、この低分子化合物の魅力というのは、ですね、有機化学者、それから創薬化学者が化学合成できる、あるいは一から分子設計できる。 また、詳細な構造まで分子設計できるというところがですね、えー、非常に低分子の魅力なんではないかなというふうに感じています。 こちらにはですね、我々が2013年になるんですけれども、見出した LSD-1 素外在 NCD38 の構造を示しておりますけれども、この化合物は今まさにですね、臨床開発に進もうかという優れた活性を持った化合物なんですけれども、我々はこういった化合物を自分の手で合成できると。で、この化合物は私たちが一から設計したというものになりまして、そういったところに低分子の魅力があるんではないかなと思います。 またですね、小翼大を制すという言葉がありますように、低分子、まあ、小さな分子が、えー、標的とするのは大きなタンパク質であります。えー、このようにですね、小さい分子が、えー、大きな分子の機能を制御するというところにですね、まあ、非常に魅力を感じています。まあ、このようにですね、小さい子どもが大人を倒すというのが、まあ、面白かったりしますしまた相撲ではですね、小さな力士が大きな力士をこう投げるようなシーンがあればですね、まああの 感性が上がるわけなんですね。え、低分子にはそういった魅力があるんではないかと、まあ、思っておりまして、まあ、そういったところに魅力を感じて私たちは研究をしています。 ただですね、この低分子化合物なんですけれども、あの、あまり風当たりが良くないという状態にあります。こちらのスライドでは2000年と2022年のあ、ごめんなさい、2020年ですね、医薬品の売上ランキングのトップ10を示しておりますけれども、2000年代、2000年の頃はですね、ここ低分子がそのトップ10を占めていたわけなんですけれども、現状ですね、3品目ということで、低分子化合物、 のこの医薬品としての停滞がよく問題視されています。その一方で,です、ね、低分子というのはです、ね、変わらず使われている分子になります。処方患者数という視点から低分子化合物を見てみますと、こちらに示しますように、胃がんあるいは肺がん、これらはです、ね、日本人の患者,で患者数が非常に多いがんなんですけれども。 こういったがんに対する薬としてはですね、低分子がよく使われているわけであります。えつまり、低分子というのは患者に、患者さんに求められる存在であります。従ってですね、まあ、我々のような低分子を扱う創薬科学者だったり、有機化学者がですね、こう患者さんの手に届くような分子をですね、今後もですね、作っていかなければいけないなというふうに感じているわけであります。 ではですね、低分子が停滞しているのはどうしてかというところをですね、まあ、私なりにちょっと分析してみました。で、えー、と分析したところです、ね、まあ、主にまあ3つが挙げられるのではないかなと思います。えー、1, つの1つ目がですね、理論的な知見の欠如というところですね。えー、先ほどですね、低分子化合物は、えー、と1から分子設計が可能だというふうに言いました。ただしですね、その分子設計をする上での理論というのがですね、まだまだ足りないと。 まだまだ割れた、私たちはですね、低分子を理解しきれてないというところがあります。また、開発コスト、労力であったり、時間であったり、経費、こういったところがですね、非常にコストがかかってくるわけでありまして、低分子化学の、低分子創薬のですね、効率化を図る必要があると考えられます。 また最近ではですね、標的の枯渇というのも問題視されています。まあ、標的を拡張する必要があるだろうというふうに考えられるわけであります。で私たちはですね、こういった課題に対しまして、まあ、微力ながら、まあ、少しずつでもですね、こういった課題を解決できるような研究というのを進めています。で今回ですね、こういった課題に立ち向かうべく、まあ、私たちが行っている研究を一、まあ、つずつ紹介していきたいなというふうに思います。 まず一つ目が CHO 推測結合の理解という、まあそういった研究になります。えっ、ー、と、こちらのスライドに示しますように、リガンドとタンパク質間における相互作用としては、まあ非共有性相互作用、こちらに示しますようなものが重要な役割を担っていまして、我々があの標的タンパク質のリガンドを設計する上でですね、こういった え、相互作用を考慮しながら、分子設計を行っていきます。このような非共有性相互作用の中にはですね、CHO 水素結合というのもあります。しかしながら、この CHO 水素結合というのがですね、非常に弱い相互作用として見なされていまして、リガンド設計時にはほとんど考慮されていないというものになります。しかしながら、ある報告によりますと、 この特殊な場合ではですね、この CHO 水素結合も非常に強い相互作用を示す場合があるというふうに報告されています。どういう場合かと申しますと、カチオン性の N 原子に結合した CH 期の場合です。具体例を示しますと、例えばセリンの結晶構造中では、 アルファイの CH 基と即座の OH あの O ですね、の間の距離が2.2オングストロームと非常に短い距離を示しています。で、水素結合の基準というのが O 原子と H 原子のファンデルファールス半径の和の2.7オングストローム以下とされておりまして、これよりも短ければ何らかの引力が働いていると見出せるわけでありまして、この場合、この c h を水素結合を形成していると。 また、こちらの1982年です、ね、の報告になりますけれども、ケンブリッジの構造データベースの解析を行った報告がなされていますが、この報告では64個の N プラス CH 期のうち、56個が短いし CH y 間距離を有しているということが報告されています。このようにです、ね、低分子化合物の結晶では、多数の N プラス CH を水素結合というのが観測されています。 このような背景から私たちは N プラス c h o 水素結合は脂肪属アミン含有リガンドとタンパク質間の間でも形成されリガンド結合活性に寄与するんではないかという仮説を立てました脂肪属アミンというのはですねその PKH、AH、が約10でありまして一般的には10ぐらいでありまして生理条件下ではそのつの ほとんどがプロトン化されていますしたがってこうプロトン化されていればその N に結合する CH 期の間でこのような CHO 水素結合を形成しうるというふうに考えられるわけであります、えー、このような N プラス CHO 水素結合の重要性について我々は計算科学的解析 PDB 調査実験的検証を通してその重要性について調べてきました計算科学的解析では 例えば、こちらに示しますようなトリメチルアンモニウムカチオンをアミンガンユリガンドの水素結合ドナーモデルとして利用し、こちらに示すような分子をタンパク質側の水素結合アクセプターモデル分子として利用し、計算科学的解析を行いました。こちらには一例を示しますけれども、トリメチルアンモニウムカチオンと N メチルアセ,チアセドアミドの 相互作用の様子を計算科学的に解析したものになりますが、こちらの解析では CH 期の H とカルボニルの O の間の距離が2.2オングストーム程度ということで、水素結合の基準となる2.7オングストルムよりも短い距離を示していました。また、その相互作用エネルギーというのは非常に大きい値を示すことが分かりました。 なおですね、ππ パイパイ相互作用モデルであったり、chπ 相互作用モデルについても同様に計算していますが、それと比較しても非常に強い結合エネルギーを示しているということがわかりました。詳細は述べませんけれども、他のモデルについても高い結合エネルギー、それから短い HO 間距離を示す構造に就職しました。 さらにですね、我々はメチルアンモニウムカチオンと各種アクセプターモデルの幾何学的解析というのを行いました。具体的に申しますと、HO 間の距離であったり、この CHO の角度、それから HOC の角度、エレベーションアングル、こういったものを少しずつ変化させながら、相互作用エネルギーにどのような影響があるかというのを解析しました。 一例のみお示ししますけれども、ペプチド結合やグルタミン、アスパラギンの即座のアクセプターモデルとした場合の N プラ CHO 水素結合。 ではですね、この HOC 間の角度が大きい場合、非常に強い N プラス CHO 水素結合を形成するということが分かりました。また、一般的な水素結合、この場合は OHO の角度になるんですけれども、それとは全く違うような挙動を示すということも分かりました。こういった解析を少しずつ進めていきまして、 各種アクセプターモデルに対して、どのような状態が強い N プラス CHO 水素結合を形成するかという、まあ、幾何学的な条件をこのように設定しました。この設定した基準を使って、さらに我々は PDB 調査、プロテインデータバンクの調査を行いました。具体的に申しますと、159種類の脂肪属アミン、含有リガンド、タンパク質、複合体の X 線結晶構造を解析しました。 この X 線ではです、ね、対象となる CH 期が373個あったわけですけれども、そのうちの先ほどの基準に満たす CH 期が135個ありました。一例お示ししますけれども、Z79 というタンパク質とその阻害剤の結晶構造になりますけれども、この阻害剤ではです、ね、ここにアンモニウムカチオンがあるわけですけれども、その隣の CH 期でこのように3種類。 え、三つの CHO 水素結合を形成しているということが分かりました。あなお、この阻害剤ですけれども、今回、司会を務めておられます、安田先生のボスの平野先生、大阪医科薬科大学の平野先生が見つけた、あ、化合物になっています。またですね、PDB 調査の中から我々は、あの、G9A-like protein, GLP というタンパク質に着目しました。このタンパク質では、えー、阻害剤の 阻害剤にはですね、こう、ジメチルアミノキがあるわけなんですけれども、このタンパク質との相互作用で、このジメチルアミノキの部分で CHO 水素結合を形成していることが分かりました。そこで我々は、このジメチルアミノキのメチルキを削った化合物、取り除いた化合物を合成し、その活性がどのように変化するかというのを検証したところ、メチルキの数の減少につれて、その阻害活性が減少することが分かりました。 以上のことから我々は、この複合個体についてはですね、N プラス CHO 水素結合が疎外活性に寄与しているというふうに考えています。また N、N プラス CHO 水素結合をもとに分子設計の基盤として、こちらに示しますような筆層脱メチル化構造というのもですね、我々のグループは見出しています。 今回ですね、我々はこの CHO 水素結合に着目しましたけれども、まあ、それぞれの相互作用についてですね、理解を深めていって、その理論を構築していくことによって、この低分子創薬の充実を図ることができるのではないかというふうに私たち考えています。以上が最初の CHO 水素結合のお話になります。続いてですね、まあ、効率を 化を図る手法としてのですね、インサイチュークリックケミストリーについて説明したいと思います。インサイチュークリックケミストリーとは、標的タンパク質に対するリ療ンドを探索するあいうような方法ですで。こちらにはですね、従来法をお示ししておりますけれども、まあ、従来のこのインサイチュークリックケミストリーでは、標的タンパク質と、まあ、多数のアジドやアルキンをこのように一緒に混ぜます。で、混ぜたときに、 標的タンパク質が持つ特有なポケットに、えー、アルキンとアジトがこのように収まり、なおかつ、えー、これら二つの感能器が近接する場合、まあ、近接効果によって感化副反応が進行して、こう、トリアゾールを与えます。で、その、あ生じたトリアゾールを、お LCMS なんかの解析法を使って、え同、ー、定することで、この標的タンパク質に対する、まあ、リガンドとして、このトリアゾールを同定するというものになります。 本法によってですね、これまでたくさんの酵素に対する阻害剤というのが見出されてきました。しかしながらですね、この方法にはですね、欠点があります。その欠点とは生成トリアゾール量の、生成するトリアゾール量が非常に少ないという点です。具体的には標的タンパク質に対して1%未満というふうに言われています。従って LCMS などの感度の 高い方法論を使わないと、この分子が同定できませんえ。つまりですね、スクリーニングヒット化合物っていうのを活性ベースとな圧性にて、スクリーニングできないという問題点があります。この問題点によってヒット化合物が必ずしも高い活性を持たないということがあります。以上の背景から我々は、生成トリアゾール量を増加することによって、活性ベースなスクリーニングが適用可能と、 することでですね効率的に高いヒット化合物が見いだす方法論になるのではないかというふうに考えました。そこで、ですね金属イオン活性型インサイチュークリックケミストリーというのを交換しました。この方法は金属含有タンパク質にしか適用できませんけれども、非常に有用な方法論となると思っています。この方法ではこちらに示しますような N 原子を持つようなアルキンを準備します。このようなアルキンが 酵素が持つ得意なポケットに作用し、このように金属イオンに配位することによって、このアルキン部分の電子密度が低下して活性化されるということが期待されます。で、金棒に存在するポケットにアジドがこう作用すると、まあ、活性化したアルキンと速やかに間化加反応が進行し、このようなトリアゾール体を与えるということが期待されます。で生じたトリアゾールは、もともとあったイヌ子とこのトリアゾール部分の ところでこのように金属イオンに対してニザー配イすることが期待できます。すなわち金属イオンによってこの部分が活性化されて感覚化反応も速やかに進行するし生じた化合物も高い活性を持つということが期待されます。以上のことから本カ使えば活性ベースなスクリーニングが可能となって効率的に高い活性を持つ化合物が見いだせるというふうに考えました。 で詳細は割愛しますけれども、こちらに示しますようなアルキンと、こちらに示しますようなアジドを準備して、えー、活性中心に血イオンを持つ KDM5C に対する阻害剤を見出そうと考えました。マイクロウェルプレート上に、一つずつアルキンとアジドの組み合わせを処理していって、KDM5C 存在下で、えー、一定時間インキュベーションした後に、えー、KDM5C 阻害活性評価を行うという方法にて、スクリーニングを行いました。 その結果、こちらに示しますようなアジドとアルキンの組み合わせで、高い KDM5C 阻害活性があるということが分かりました。これら2つの組み合わせからなるできるトリアゾールはこちらのような化合物1番ですので、この化合物1番を合成して生成しました。で、これを表品として KDM5C 存在下で先ほどのアジドとアルキン、 を加えると、一番が生じるかというのをですね、HPLC を用いて解析したところ、期待通りこの化合物一番が生じていることが分かりました。また、定量的な解析を行った結果、酵素に対して27%この化合物一番が生じているということも確認しています。 この化合物一番の詳細な KDM 阻害活性評価を行ったところ、KDM5C に対して8.8ナノモーラという、まあ、非常に活性の高い化合物を見出すことに成功しました。なお、この化合物ですけれども、まあ、今回データをお示ししませんが、インビボにおいてもですね、鉱物作用を示すなど、まあ、非常に優れた化合物となっています。 以上のようにですね、こう、インサイトクリックケミストリーを工夫することによってですね、活性ベースとなスクリーニングが可能となります。で、この場合ですね、まあ理論上ですけれども、 M 個のアジドと N 個のアジドを準備すれば、それらを掛け合わせた数のトリアゾールのスクリーニングを行ったことになります。すべての組み合わせを一つ一つ合成、生成、活性評価を行うよりもあの効率的であるというふうに言えると思いますし、こういった方法を使えば創薬の効率化が目指せるのではないかというふうに我々は考えています。え以上が二つ目の話になります。 そして3番目のお話に移りたいと思います。3番目は、タンパク質複合体を標的とした研究になります。先に申しますと、タンパク質複合体を標的とする場合、タンパク質分解誘導剤、プロタック c が非常に有用な分子ツールではないか、分子ツールになるというふうに考えています。このプロタックなんですけれども、細胞が持つタンパク質分解機構である指チンプロテアソーム系 を利用して標的タンパク質を分解してやる分子になります。で、この分野はですね、あの、イエール大学のクルーズ先生が、えー、牽引しておりまして、世界的に、ま、えー、著名な先生ですけれども、私も、えー、橋本雄一先生の研究室で、えー、学生時代にですね、あの、学位研究として、このタンパク質分解誘導剤の研究を行いました。 2番目の講演者のともしげ先生は、まあ私の後輩でもありまして、プロタック研究をずっとやってこられていますので、友ともしげ先生がより詳しく説明してくださると思いますので、まあ私はこのプロタックに関してはこれぐらいにしますけれども、まあこういったプロタックがですね、えー、複合体を狙うときに有用なツールになると思います。で、それについて説明したいと思いますけれども、 通常、ですね、タンパク質はまあ単体で作用することもあるんですが、多くの場合、ですね、他のタンパク質と相互作用して複合体を形成して、生理作用を示すということが、そういうケースが多いです。 こういった場合なんですけれども、例えば従来型の阻害剤を使うと、このように標的となるタンパク質には結合することができますし、標的のタンパク質は阻害することができるんですけれども、複合体全体というのは一般的には阻害できないというふうに考えられます。しかしながら、プロタック、標的を分解してやる分子を使えば、 まあ標的が分解されてしまいますので、当然ですけれども、他のタンパク質と相互作用というのもできなくなります。従ってプロタックを使えば複合体を標的にできるのではないかというふうに考えました。 で、これにつきまして、私たちは先ほど、インサイチクリックケミストリーで見出した標的でありますけれども、まあ、KDM5C に着目して研究を行いました。KDM5C はヒストン脱メチル化酵素ですのでこう、脱メチル化反応を触媒、えー、するんですけれども、その機能と,のとは別としまして、ヒストン脱アセチル化酵素の HDAC1 や2などと相互作用して、このような複合体を形成して、 ヒストンのアセ,チ脱アセチル化反応も制御すするといいう,うに考えられていますこういったケースですと、従来の阻害剤では、ヒストンの脱メチル化反応は阻害できますけれども、脱アセチル化反応は阻害できない。ヘプロタックを使えば分解することができるので、この脱アセチル化反応も制御できるのではないかというふうに考えました。 そこで我々は、先ほど見出した KDM5C 阻害剤に対しまして E3 リガンドを導入してプロタックを設計合成し活性評価を行うこととしました。こちらに示しますように見出したあのプロタックはですね、標的となる KDM5C の分解を誘導するとともに、KDM5C 自身が持つ触媒活性、脱メチル化活性ですけれども、それを阻害するということもわかりました。興味深いことに、 ヒストンの脱アセチル化体の量も増えるということから、KDM5C ではなくて、KDM5C と相互作用する HDAC の機能も阻害したという結果をこれは示しています。またですね、このプロタックは、癌細胞増殖阻害活性を示します。 もともとの KDM5C 阻害剤というのはです、ね、全くがん細胞増殖阻害活性を示さないというデータも出ています。これらの作用は分解誘導剤が脱メチル化のみならず脱アセチル化も阻害したためにああいった強いがん細胞増殖阻害活性を示したのではないかというふうに考えています。このようにです、ね、プロタックを使うことによって単一の酵素だけではなくて複合体自体の機能も制御できるということからプロタックは 複合体をも標的とすることができるということで、この標的の枯渇っていう課題に対して有用な方法論になるのではないかというふうに私たち考えています。以上のようにですね、まあ、現状考えられる低分子創薬の課題に対しまして、 まあ我々のアプローチを紹介していきました。まあ、このほかにもですね、我々いろんな研究を行っていますので、また別の機会にお話しできればというふうに考えています。最後になりますけれども、本研究は鈴木隆之研究室で行われた研究になります。鈴木先生に感謝を申し上げるとともに、共同研究者の皆様に深く御礼申し上げます。あの発表は以上です。ありがとうございました。 はい、伊藤先生、ありがとうございました。それでは、えー、質問、ご質疑応答とさせていただきます。それでは、えー、モデレーターの瀬川さん、ございますでしょうか。よろしくお願いいたします。あはい、伊藤先生、ご発表ありがとうございました。えー、ありがとうございます。質問なんですけどもこの、2個目のプロジェクトでインシスクリックキミシのお話をされてましたけども、はい、その根本的なところで、はい えっと、インシチューで、あの、評価する必要っていうのは、どこがメリットになるのかっていうのを教えていただきたいです。すなわち、その、最初にクリックでライブラリを作って、それをスクリーニングするのと比べて、どういう点で優れるのかっていうのを教えていただきたいです。 えとまあ、インサイチューでやる場合、まあ、私たちはです、ね、あのその別にその外で作ってっていうのもやっていますけれども、まあ、インサイチューでやる場合、ですね、まあ、非常に優れた化合物が取れてくるケースが多いんですね。やはりその標的酵素上でをテンプレートにしていますので、見つかってくる化合物がまあ非常に優れている場合が多いというふうに言えると思います。でまあ、私たちのこの KDM5C 阻害剤の研究でもでもすね、まあ、当初予定 と言いますか、そんなに強い活性のものが得られるとは思ってなかったんですけれども、まあ8.8ナノモーラってまあもう普通に考えたらなかなかあのデノボで作るのは難しい化合物っていうのもですね見出すことに成功できましたので、まあそういった点がですね優れているのではないかなというふうに考えています。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続きましてモデレーターの本田さん、ご質問ございますでしょうか。 ここはありがとうございました。YouTube からの質問で、えっと、一番最初のプロジェクトのお話だと思うんですけど、CHO 水素結合が興味深いです。個人的にはメチルの H よりもアンモニウムカチオンの H の方がカルボン酸と水素結合を形成しそうなイメージでしたが、計算上で アンモニウムカチオンの H よりもメチルの H の方が強く相互作用する結果だったんでしょうかという質問が来ております。えっと、あれはですね、そういうわけではなくて、逆側からあの近づくような形にしていますので、まあ、計算上はそのメチル基側の方がその応原子と近くなるようにはしています。まあ、まあ実際のところですね、例えばあのタンパク質上なんかでそのアンモニウムカチオンがまあカルボン酸と 相互作用しやすすすいいいとと思思うののでで、はい、当然ですけれどもそちらの方が強いとは思いますただ分子設計で使う場合なんですけれども例えばグルタミン酸とかアスパラギン酸と相互作用しているようなアンモニウムカチオンがあってさらにその向こうに O 原子例えばチロシンとかあるいは他の例えばグルタミン酸とかアスパラギン酸がある場合ですね NN ってつなげるっていう 方法ではなくてこうメチルキーを入れたりあるいはアルキルキを入れてえ、そういった倉庫作用を期待するっていう戦略がですね期待できるのではないかなというふうに考えていますありがとうございましたありがとうございましたでは、えー、続きましてモデレーターの海藤さんご質問ございますでしょうか素晴らしいご講演ありがとうございましたえっとたくさん質問が来ているのですがえっと最初のプロジェクトに関して 先ほどの本田さんの質問と少しかぶる箇所もあるかもしれませんが、最初プロジェクトについて、メチュラアンモニウムカチオンのカウンターアニオンの影響や、周りの環境、そまあ量子間計算でまあ水,水中の計なのか、真空中なのか、まあ、そういった影響がどの程度出るかを教えていただきたいです。計算中での環境も教えていただきたいですというコメント、質問が来ております。はいえー、と計算はです、ねまあ、真空中でやっていますので。まあ まあ正直、あの計算がそのまま、あの、タンパク質との相互作用に反映できるとは、あの、そのまま反映できるわけではありません。まあ、だからですね、カウンターの、もちろん、カウンターアニオンで、その相互作用エネルギーっていうのは大きく変わってきます。はい。変わってくるはずです。ただ、まあ、ちょっと今回お示ししておりませんけれども、その N 原子が活用化。 するというふうに考えられているんですけれども、その影響っていうのはです、ね、CH キーの方にも大きく影響するわけなんですね。で、その影響で、その向こう側の応源子と相互作用できるようになりますので、もちろんカウンターあのアニオンがあると、その影響が小さくなるんで、相互作用は低下するとは思うんですけれども、まあ、一定程度の作用っていうのは期待できるというふうに考えています。 これでいいですかね質問答えになってますかね。とてもわかりやすいご回答ありがとうございますうんうんありがとうございます。ではえ質問もまだまだたくさん来ておりますけどもお時間が来ておりますので一度ですねここで切らせていただきたいと思います伊藤先生ご講演ありがとうございました。どうもありがとうございました。